はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。エクスデスの次元の狭間に乗り込むところですね。でね、ちょっとそう、星降るであのね、ヘイストの効果が分かってからヘイストかなりいいなって思い始めてるんですよ。なんでね、ちょっとユフィとミーユを交代しようかなとも思ってます。で、まあミーユだったらデフォマラーもあるしヘイストもあるんで、まあ、手裏剣がね、もうそこまでの火力が出なくなっちゃってるんで、ちょっと、ここに来て、ユフィとミングの入れ替えをします。28レベルか。まあ、しょうがない。OK。あ、外しちゃった。ちょっと待って。別に、2軍から外すわけじゃないんで、ユフィはここに入れときましょう。まだちょっと人が余ってるな。仲間にしてないやつがいるのか。で、装備ですね。ちょっとゴスペルリングは、さすがに外して、タイマーの腕輪にしましょう。まあ、敵が全く出ないっていうのもね、ミーユのレベルが、ちょっと、低いんで。なんか手に入れたよな。ニルバーナだ。で、体は白のローブで大丈夫でしょう。で、頭はサークレットかな、そうすると。で、こいつに星降る腕輪をつけて、ガンガン、全員にヘイストをかけていきましょう。ピサロは、全然大丈夫だよな。よーし、行くぜ。エクスデスの次元の狭間へ。この魔法の絨毯みたいなところから。まあ、あそこの宝箱は取ってあるんで、馬車は入ってきてるな、普通に。あんまりね、馬車入れるところが多くないんで、だいぶ差がついちゃってますよね。マインドフレア、今度こそ。どうしようかな。海鳴りの杖じゃなくて、ニルバーナは装備の効果がないんで、特にやることがないな、こいつは。いきなり。で、ビビはもう、アルテマを使っていきましょう。あ、しまった。連続マンになってるか ?80 ずつか。まあ、しょうがない。もう確実にこれで仕留めていく。テリーが上がった、テリーが。ユフィも上がったし。ミーユが上がってくるよ、ミーユが。おお、宝箱がいっぱいある。エクスポーション。あれ、俺、世界中の鳩、世界中のしずく。持ってたっけ、世界中のしずくって、そういや、天空で手に入れられたんだっけ。ミーユは殴るしかない。そしてマインドフレアしか出てきてないな。いや、ちょっとやっぱり消耗が激しすぎんな。天使のローブ結構いいもん持ってんな、あいつ。風車か。残念ながらユフィは今2軍なんだよな。でも馬車のメンツが出てくることになれば、カザグルグマも役立ちますからね。万能薬、あ、それなりの消耗品が入ってますね。こっちも宝箱と思ったら敵が出てきた。あ、これはなんだ、魔人竜。一応コメットで攻撃しよう。輝く息、いやー、めっちゃ食らうな。これはフレアの2連続でいいでしょ。単体なんで。やはり強い。これで倒せるかな。魔人竜そのものが結構、ああ、やっぱ強そうだもんな。まだ生きてるか。これはベホマラオとないとこ。フレアスター、あ、このかっこいいやつか。うおー、やばい。まあ、アルテナソードをね、使うまでもないと思うんだよね。このピサロで倒してくれ。ビービーはちょっともうマジックパワーがやばい、早速。倒せないか。サンダガあたりで、ちょっと節約しよう。200、400当たるな。1000か。
とは言ってもミーユちょっとだけ高いんだな。28レベルだから。ベホマラを唱えましょう。ビビ57しかね。おリボンだ。やったね。これはもう普通にミーユに装備させましょう。サークレット装備したばっかだけど、ちょっとソードオブサマサを外そう。これは完全にボス用だな。で3スターズをビビにつけよう。消耗が激しすぎる。でピサロはとりあえずなんか装備しておきましょう。ハヤテのリングでいいか。やっぱ暗黒剣打ってアルテマ一発ずつこの方向でいきましょう。今さらかよって感じだけど、ここまで来て、そりゃ最後の次元の狭間も神竜がめっちゃ罠でしたからね。宝箱開けた瞬間タイダルウェーブで殺されるっていう。あーこれキングベヒーモスだ。やはりかなりの敵が来るな。ヘイストでピサロを底上げしよう。くわやられる。フレアっすね。フレアが銃で使える。そうするとアルテマでもよかったかな。もうセーブポイントが近くにありましたからね。ちょっと自分を回復しないとまずいんで。早い、さすがに早いな。やっぱりヘイストは、ヘイスが覚えるキャラだったらな、かなりいいんだけど、ちょっとね、ベホマラは捨てがたいんで。てか、セーブポイントあるけどさ、これもうボス近いの？意外に短いダンジョンだったな。それか中間地点なのか。キュイーン。ボスっぽいんだけど。ちょっともうちょっと、いやこれ絶対ボスだな。装備を変えましょう。まずタイマーの腕輪はいらないんで、主人公をねどうしようかな。あそっか、女神の指輪か。でビビが、ソウルオブサマサ。てかミユレベル上がってないけど大丈夫かこいつ。やられそうだな。でピサロはスニスターズいるか？ピサロに。もう少し底上げしてもいい気がするんだよな。かといってな、装備させるものがない。まあいいか、とりあえずスニスターズにしとこう。よし、じゃあこれでちょっと行きますか。あ、いる。エクスです。遅かったな。そうかな、結構早く来たと思うんだけどな。わっはっは、ついに手に入れたぞ。最強の力、世界を支配する力、無の力だ。前もそんなこと言ってなかったっけ。ああ木になっちゃった。これさ、無の力手に入れて木になる意味がわからん。もはや竜の神ですら我が力には遠く及ばぬだろう。生きとし生けるすべてのものは我が前にひざまずくのだ。まずはお前たちの身に刻み込んでやろう。自らが無の力の前ではいかに取るに足らぬ存在であるかをな。で飲み込まれるのかな。まあこいつはヘイストをどんどんかけていきましょう。まずビビだな。やっぱり早い。うおー、なんだホワイトホール、あぶねえ。なんだかわからないがガードした。当てなそうと。ためよう。しまった、ビビ回復させとけばよかった。よし、結構通るな。まあどうせ X ですから第二形態になるでしょうから、少しは温存しとかないといけないけど、今のところそんな驚異的な力を発揮してないな。いいね、さすがに早い。テンション50だよ。もうスーパーハイテンションにしようかな。主人公の速度も上げとこう。いざとなった時のベホマズンがあるから。アルテマソードもな、だいぶディレイがかかるから。あ、これは、あーやばい、石になった。
貯めてテンション100、スーパーハイテンション。ちょっと今回は回復だな。てかヒットポイントはゼロになってんだけど、石になって、どういうこと。 S なんかけよう、とりあえず S なんかけよう。死んだ意味がわからん。回復して次生き返らせるか。うわあぶねえ。ダブルで攻撃食らうとかなりきついからな。いくぜアルテマ、スーパーハイテンションのアルテマ2640。これはおまけだな。2回目のアルテマ450。おお早い。無がエクスデスを飲み込み出した。なぜだ、無の力を手に入れたのに。無とは一体。うごごごごごご、ピサロが死んでいる。生き返らせなくては。これネオエクステスになるのかな、普通に。私はネオエクスです。すべての記憶、すべての存在、すべての次元を消し、そして私も消えよう。永遠に。これ原作通りだったらさ、ネオエクスです、こう4、5体いたよね。で斬鉄剣で1人切れるんすよね召喚士いないけど。これヘイストとかかかってんな。よしよしよし、いい感じだぞ。また最初からかけ直しってなったらめんどくさいからな。世界中の恥読み暮らせよもう。で自分を回復してどうしようかな。1、2、3、4、4体か。4体いるってことは全体攻撃でもいい気がするんだよな。ちょっと撃つか。まあ回復するやつはいないから。てか4回攻撃していくのか。そうすると1体ずつ倒していくか。まあちょっと戦闘のやつをアーテマソードで攻撃しましょう。いいね。うわーこれなんか来る。強い。うーん1回貯めとくか。スーパーハイテンションまで持ってくのはなちょっと怖いな。ベホまで回復しよう。懐かしいなこの音楽も。もう一回貯められるか。テンション50までは持ってこう。やっぱやめようかなちょっと雲行きが怪しい。で踏まずに止めよう。もう安全に行こう安全に。でこいつはヘイストをピサロにかけて、よし完璧だ。アルマゲスト来た。ビビ死ぬなよ。死なない、危ない。うわやばいやばいやばい。ニフが殺された。世界中の歯がない。とりあえずフェニックスの方で生き返らせて勇者でベホマズンだな。ビビはもう当ても撃つ。あ危ない危ない危ない死ぬ恐れがある。くらえ。1000は当たるっしょ。当たらないか。一番後ろのやつがだいぶ当たんなかったな。宇宙の法則が乱れる。うわやばいやばいやばい。これは1回で80使うってことはあと1回しか打てないか。こいつはもうベホまだな。うん勇者をヒットポイント上げよう。1回ためよう。1回。うわやばい殴られた。ビビ様を、ビビ様を守れ。こいつは全体攻撃してって、ミンユどうしよう。ベホマラを使うまでもないな。ピサロがちょっと減ってるからベホまで回復しよう。ヒットポイントは常に全開を保っておこう。グランドクロス死ぬなよ。あれなんだ。おおピサロの死の宣告が鳴ってる。これはちょっともうある程度来ないよ。誰か死んでくれ。これで誰か死んでくれ。死なないか。ベホマズンが34だからまだいけるな。1回でちょっとずつ回復して、どうしよう。1体倒しとくかな。これでダメージが結構通れば
強い。やばいぞこれ。アルケマソードを使うマジックパワーはちょっともったいないかな。やっぱ全体攻撃でやった方がダメージ効率は良さそうだな。なんか一体死ななかった。魔法の節水をビビに使おう。でちょっとまだマジックパワーが足んないから一回貯めて、てかピサロ死ぬな。死ぬ前にお前は魔法の聖水をビビに使え。うおーやられた。レイズしかないよな。レイズ多分覚えると思うんだよね、ミーユだったら。でちょっとケチってエクスポーション使おう。サンダがやばい、死ぬなよ。アルテマをちょっともう一回放つ。よし、一番前のやつがやっぱ死んだな。うわーこれビビ死んだ。危ねえ、撃っといてよかった。やばい、戦死者が。これはちょっと生き返らせる前にベホマズンだな。あ、ヘイスト溶けてんな。これ溶けてる、溶けてるよね。ピサロのヘイストが溶けてる。主人公はまだヘイストかかってるか、色的に。ミーユだな、ちょっとこれは。回復力を蘇らせて。おお、早速やられた。これは回復が追いつかない恐れがある。おお、行ってつく波動きた。フェニックスの尾でミーユを蘇らせて、でエクスポーションだな、これは。2個か。ちょっとミユのレベルがな、低いのが。これ2発食らったらやばい。あっぶんね。で、フェニックスの使ってビビを蘇らせて、次勇者に回ってくるから。おっとやばいやばい、これは宇宙の法則が乱れ出してきた。ベホマズン、よし。でちょっとピサロはもう魔法の聖水役だな。で、ミユもちょっと魔法の聖水を打っとこう、ビビに。でビビはもうアルテマ打つ。うわー来た。おもう打つっしょ、これ溜めてらんない。頼むぞ、一体倒してくれ、せめて。よし、誰が死んだか分かんないけど。でピサロは一応、魔法の聖水で勇者のマジックパワーを回復させて。遅かった。いやー死んだわこれ。うおーやられた。あ、バーシャが来た、バーシャが。頼むぞ、バーバラマダンテ打とう。ここまで来たらもうマダンテだろう。いやーバーシャいてよかった。アルマゲスト耐えられるよな。うわ死んだ、マジかよ。フェニックスの王で、いや待って、ユーピーはちょっとリミットと目標システムで回復だな。で2軍大丈夫か。でこれ絶対アーロン先に来るっしょ。よし、でエクスポーション、あと1個しかない。うわー波動拳食らった、絶対レード。うわー残った、ナイス。これまあ、どうする、もうあれがない、アモールの水で。とりあえずバーバロー回復させとこう一応。うわーこれでもすぐ来るわけじゃないけど来た。236とか異常なヒットポイントのカエルになってるし、マダンテを唱えられん。どういうことだ。万能薬で、蘇らせるか回復させるか、何かないかな。こいつためが必要だからな。また落毛糸とか一応明鏡姿勢貼っとこう。うわメテオだ、2人はきつい。ユーフィーが全てを受け切って死んだ。うわー馬車メンバーが全く役に立たなかったな。
ということで、ちょいとレベル上げとかをしますかね。じゃあ一旦ここで切ります。はい、じゃあちょっとレベルを上げてですね、ミーユがアレイズを覚えました。これで蘇らせて回復させるっていう手間が省けたんで、まあ、だいぶ楽になるかな。あと全体的にレベルも上がったんで、まあ、ミーユもヒットポイント300超えましたね。だってやっぱり世界樹の雫は天空の城にあったんで、これも補充してきました。で、馬車メンバーは特に変わってないんですけれども、まあ全体的にレベルはみんな30超えたのかな。早々にね、バーバラ出してマダンテ使って引っ込めようかなともちょっと思ってるので、まあ今回はいけるでしょう。ということで、またちょっと X デスの方からやっていきましょう。会話はもうそのまま飛ばし気味で。まあ、こいつはちょっと速攻で蹴りをつけて、やっぱりネオ X デスですね。やつが強い。はい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 。まあ時空のヘイストで、まあビビっすね。で、ビビは、スーパーハイテンションまで持ってきましょう。アルテムを連発するとマジックパワーが無駄になるんで、ああ狙わないでくれ、ビビちゃんは。ベホマでいいや。主人公はまだヒットポイントあるからな。そうで、ピサロにマジックパワーを回復するやつを装備させて、主人公がマジックパワー半分のやつにしました。なんかそっちの方がいいかなと。やっぱりベホマズンの消費が激しいんで、ベホマズンの消費を減らした方がいいかなと思ったんで、攻撃重視でいくからピサロをちょっとヘイストかけよう。で、多分途中でヘイストが溶けちゃうんで、かけ直しも必要になるかな。ホワイトホールをね、ちょっとピサロにやられると結構厳しいっすよね。アルテマソードも初期9になってるんで、一回打っときますか。で、今いくつだ？テンション50。ベホマラで、そうですね、一応回復させとこう。で、暗黒剣の。痛い痛い。また貯めて、スーパーハイテンションで、命の剣。主人公どうしようか。少しマジックパワーも温存しておきたいから普通に殴ろう。で、ミングでベホマラーをかけて、で、多分アルテマでね、終わると思うんですよね。いくぜ、スーパーハイテンションアルテマー。3000とか。あは、連続魔を使うまでもなんか、078とか出てんだけど。なんだこりゃ。連続魔を使わなかったからか。若干バグってんな。これが後々影響してこなければいいけど。でもこれテンションを維持したままエクスデスを倒すっていうのもありかもしんないですね。で、ネオエクスデスになった瞬間にスーパーハイテンションアルテムを叩き込む。まあそれでも良かったかもしんないかな。エクスデス自体はそんなに強くないんで。まあでももう、大丈夫でしょう、そんなにビビらなくても。まあ、どっかでバーバラを投入しましょう。これ、アルテマ打ってくれっかな。打ってくれた。まあ、テンションは下がってるけど。これはもうまんべんなく攻撃をする方向で。ジハードの方が強いかな。暗闇が回復されなければジハードを打っても、いいかもしんないですね。よし。で、ちょっと主人公にヘイストをかけよう。ちょっとジハード打ってみましょう。回復されるのがな、一番怖いんだよな。あー、大丈夫だ。あ、でも普通の闇の剣で、うおー、波動剣食らった。これがね、ちょっと厄介なんですよね。大丈夫か。先に回ってくるから貯めとこう。これはちょっとかけた。よし。で、ベホマにしよう。最悪主人公は死ぬかもしれないけど、ビビが死ぬのだけは避けたかったからな。よしよし、いいね、テンション20。
これはじゃあ、ジャの剣で攻めてた方がコストパフォーマンスはいいっすね。アルマゲスト、これはね、耐えられる。よーし。オープンねー。結局、世界中の歯を使う羽目になる。いやー、ちょっと待って。念のため回復が優先しよう。世界中の歯はどうせ全開で蘇ってくるから。ためよう。よーし。で、ピサロで世界中の歯だな。オッケー。宇宙の法則が乱れる。衝撃波。ためる。いや、いや、ためよう。テンション100、マックス。おお、危ねえ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 。死んだけど。ちょっと待って、これは、ちょっと世界中の雫が優先。で、ミウでアレイズをかける。完璧だ。いやー、アレイズマジいいわ。早速役立った。40使うんだよな、ただ。もうマジックパワーがやばい。で、アルテマを使う。いくぜ、スーパーハイテンションアルテマ。これでちょっとバーバラも、まあなんてかけよう。戦闘か。1700とか異常なんだけど。よし、倒した。どうしようかな。ピサロを入れ替えるか。で、バーバラで、マダンテくらえ。ドカーン、1100。オッケー。バーバラはもうこの際死んでもいい。で、バーバラにはちょっと下がってもらうか。ミムは一応白魔法でベホマラをかけとこう。一応主人公でもベホマラじゃなくてベホマズンはかけちゃいますけど、まあ万全を期して。で、ビビは一回貯めて。うおー、凍てつく波動ってテンション下げられるか。そうか、凍てつく波動でヘイストが解除されたんだ。そういうことか。ちょっと入れ替えてピサロ出そう。また、回復をした方が良さそうだな。エクスポーションでとりあえずビビで、ベホマラをかけとこう。最悪主人公は生き残るだろう、何が来ても。で、ジャの剣、あと1匹。うおー、狙われた。頼むぞ。うおー、ジハード、これビビ死んだな。なんてこった。やはりここに来て回復で手一杯になるな。ピサロはもう攻撃しよう。これでいくつ当たるか。400、やはり結構当たんな。で、アレイズ、これはもうビビへアルテマ打とう。出番が回ってきたらグランドクロス。これは死人は出ないと思うんだよね。この後だよな。あ、毒になってるだけだ。グランドクロスって、そうか、なんか、状態異常を引き起こすのか。主人公、じゃあちょっとアルテマソード打つか。こういう時に攻撃をしとかないと。まだか。しぶとい、一番後ろのネオエクスです。骸骨くん。まだ生きてるか。ベホマラ結構みんなヒットポイントはあるけど、よし、これで確実に1人死ぬな、この2連続で。ただフレアにするか。フレアにしよう。ちょっとケチってこう。マジックパワーを回復させる。おお、倒した。カンオケが1人いるけど、これ FF5 だと死んでる人によってエンディングがちょっとセリフが変わるんですよね。死んだままになってるっていう。いや、強かった。ネオエクスデスはマジで飛んでった。あ、飛んでってわけじゃないのか。あ、無の世界だったってことね。ここは我が名はマスタードラゴン、全てのじゃなくて世界のすべてを統治するものなり。ミカミックスとその仲間たちよ、そのたらの働きでエクスデスは無の力とともに消え去った。もはや人々が怯えることはなく、世界に再び平和が訪れるのだ。
心から礼を言うぞと堅苦しいことはなしにしよう。私も長く人間をやっていたせいか、こういう言葉遣いは疲れてしまうのだよ。長く人間やってたっつうか、ずっとトロッコに乗ってただけじゃん。マスタードラゴン様。わはは、まあ良いではないか。さて、ミカミックスよ。地上では、懐かしい人々が、そなただの帰りを待っていることだろう。さあ、行くがよい。天馬が外で待っておるぞ。あ、自分で行くのね。ちょっとこいつらに話しかけるか。ありがとうみたいな。まあ、世界樹の葉をくれた人に、お礼を言って帰りますか。あ、こいつに話しかけよう、いるから。信じられませんわ、とか。ちなみに世界樹の雫か。雫は、ここにいる人っすね。こいつがくれた。世界樹の雫はお役に立ちましたでしょうか。めっちゃ役立ったよ。使ったもん、普通に。じゃあ、外に出ましょう。これで終わりかな、そうすると。こうして戦士たちはそれぞれの場所へと帰っていった。早っ。ギルバートがいる。一人ずつ見れんのかな、仲間になった人。おお、ビビがマジ英雄だよ。もうジタンよりビビ一番の功労者だよ。まあアリーナとクリストもね、最初はすげえ役立ってたけど、もうちょっとここはあんま使ってなかったからな。アーロンをちょっと使った感じか。ライアンなんて全く使ってない。あれ、ホエミンがいる。なんであいつホエミンのとこに帰ってったんだ。こいつまた洞窟に入んのか。一人じゃ無理だぞお前。やられてる。モンハンみてえだな。あ、マッシュいるじゃん。これはファリスか、そうすると。ああ、ファリスだな。ファリスも使ってなかったな。大半を使わなかったっすからね。ガボに至ってはもう仲間にしたのが超遅かったからな。あ、テリーがいる。テリーもね、まあそこそこ。アイラか。もうアイラは一般人だと思ってたからな。ここに座ってた時。まあ、バーバラは完全にマダンテ役っすね。まあマダンテはね、やっぱり強い。で、ミウは最後に活躍して、アグリアスか。まあ、FF タクティクスはね、俺も結構好きなんで、まあ、アグリアスは入れたかったんだけど、どうなんだろうな。キスティスとか。こいつはバロン城の兵士なのか。おお、フォーズ大神官。賢者にした。あいつ悟りの書持ってたのかな。ユフィとクラウド。そりゃセフィロスとか出てこなかったな。まあやっぱりピサロも強かったっすね。ドランとかマジ。マジいらん、こいつは。なぜ2匹いるんだって感じだし。おお、帰ったぞ。俺に王の座を譲れ。そうしないと、この世界を滅ぼす。え、どこ行くの？王になるんじゃないのか、お前は。お、なんか、いいね。レベル36か。まあ、だいたいこの辺か。そう、ミウ最終的にはホーリーも覚えましたからね。使ってないけど。まあピサロはやっぱりこの銘の剣がむっちゃ強かったな。あ、そう、ギガスラッシュ覚えた覚えた覚えたけど使ってない、初めて見た。マダンテ、やっぱマダンテだよなこいつは。死んだ万象。ユフィも最後の最後でな、外れちゃったからな。ただ素早さはね、めっちゃ高いから行動がすぐ回ってくる。
こいつは最初だけだったな。もう途中から全然使ってなかった。一応馬車には入れてたって感じでしたけど、あとの人たちはいないか。はい、というところでドラゴンファンタジー2、やっぱこれかなり面白い作品ですね。で、一応ちょっとね、インストールというかダウンロードで調べてみたところ、 Windows 8 とか10とかになると確かできないはずなんですよ。ちょっとパソコン詳しくないんでわかんないですけど、自分のパソコンで最初ダウンロードしたらできなかったんですよ、あの一番新しいパソコンで。で、なんかその Windows 8以降は対応してませんみたいなのインターネットで書いてあって、で、ちょっと古いノートパソコンを取り出してきて、まあやったって感じなんで、まあもしちょっとこれからやりたいなっていう人がいたら、もしかしたらちょっと新しいスペックのパソコンではできないかもしれないんで、まあちょっとパソコンも詳しければできるかもしれないんですけど、まあというのがあるので、Windows ね、7はできます。自分これもうめっちゃ古いパソコンなんで Vista なんですけど、まあ、7で、まあ友達のところをダウンロードしたことがあるんで、7ではできるのは確認してますけれども、自分の Windows 8のパソコンではちょっとできなかったですね。というのがありますので、まあ、やる方はちょっと調べてダウンロードしてみてはいかがでしょうか。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまた、別の作品でお会いいたしましょう。